他の課金の中のアヒルチェーザレベチリオフの課金承認課金とは、その肉、卵、羽毛などを利用するために飼育する鳥の総称。または野生の鳥を人間の生活に役立てるために品種改良を施し飼育しているものを言う。また、ペットとしての鳥を課金として扱う場合がある。一般的に、肉、卵用に鶏、うずら、七面鳥、アヒル、ガチョウ、 愛岩用にお長鳥、チャボなどがある。また、ハトは、その基礎性を利用しているエースバトや伝書バトとしても、用いられる。最近は、ダチョウ、エミュー、キジ、ホロホロチョウなどを課金として飼育する例もある。課金の最も肉付きの良い部位は胸肉及び、それぞれもも肉、ドラムスティックと呼ぶ、足の第一及び、第二部くらいの歩行筋である。 鳥類解剖筋学者が接近と呼ぶダークミートは持続的な運動に使われる。濃い色はミオグロビンと呼ばれる筋肉内の化合物によるもので、この物質は酸素の運搬に主要な役割を果たす。対照的に白筋は短く非効率な瞬発的運動に適している。これが鶏の足と桃の肉がダークミートで胸肉が ホワイトミートである理由である。アヒルやダチョウなどの他の鳥は、気象用の部位がより発達しており、全体が赤筋である。ありがとうございます。